連邦司法、消費者保護省は、ドイツの司法及び消費者保護を所管する官庁である。連邦制の下では、各州が司法行政や、刑の執行に対する一時的な責任を負っている。そのため BMJV は、憲法に関連する伝統的な中核的法域における立法や、法改正に専念する。また、他の省が作成した法律の適法性や、 合憲性の分析も行う。連邦裁判所やドイツ特許商標庁、連邦特許裁判所等は連邦司法省の所轄のもとにある。BMJAV は1877年1月1日に帝国司法庁として設置された。第一次大戦後の1919 19年に共和制に移行した後、ドイツ国司法省として連邦の省に格上げされ、 第二次大戦後の1949年に連邦司法省に2013年12月には連邦司法消費者保護省に改組された。スターツセクリテアでライクスジャスティザムッツ。ありがとうございます。